ソニーオープンインハワイはアメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市カハラ地区にあるワイアライカントリークラブで毎年開かれる PGA ツアーの公式戦の名称である。この大会の母体は1928年に発足し1965年から PGA ツアーとなったハイアンオープンで当初は11月に開催されていたが1970年は 開催がなく、71年からはシーズン序盤の2月に開催されてきた。1929年には宮本留吉と安田光吉が日本人初となる海外トーナメント出場をこの大会で果たす。1983年度の大会では、青木勲が大会最終日の18番ホールでチップインイーグルを決めてアメリカツアーにおける日本人選手初優勝を飾り、 大きな話題になった。その後1991年にユナイテッド航空がタイトルスポンサーとなり、1999年に日系メーカーソニーが協賛するようになり、大会名も協賛スポンサーの名称を冠にかぶせた現在のソニーオープンインハワイとなった。例年1月中旬に開催され、全州開催で年明け最初の大会である。 トーナメント・オブ・チャンピオンズが前年度のツアー優勝者のみで争われる大会であるため開幕日を1月としていた2013年まではこの試合を事実上の開幕戦と位置づける人も多かった2013から14シーズンから開幕日が10月に変更され現在は新年の序盤を飾る大会という位置づけとなっているありがとうございます